いやー、最近さ、みんなさ、俺の好きな、個人的に好きな、なんか方言演出ランキング5位みたいなあるじゃん。いろいろと。好きなやつ。みんなやってるじゃん。やっていいのっつって俺が。フェチの V の。それよくね？純粋によくね？神様あなた。才能の神、マジで、それやばいな。いや、やばいよ。だってみんなやってないじゃん。そうじゃん、俺自分でさ、フェチの話さ、めっちゃやってるくせにさ、やってねえじゃん。この好きな部位でしょ。それいいな。ちょっと、メモリストに書いとこう。もう、今日のメモリストやな。さあ、今回は前置きでね、あったようにちょっとテンション高いです。はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。いやー、もうね、前置きでいろいろとやってたんですが、まあ、今回はね、フェチのね、お話をしていこうかなと、なんかノリでやってたら面白そうだなと思ってやっています。ただ、これやったらすごい怒られそうな気がするんですが、気にせずやっていきましょう。で、今回のね、フェチについてのお話について、ランキングですね、は、太ももからまず行こうかなと。まあ太もも、まあ足から行ってもいいかなと思ったんだけど、やっぱりね、太ももっていうのは魅力的なものだと思うんでね、先に太ももからね、やっていこうかと。で、ミウを置いてる理由としては、ただ単に布教したいからです。では早速、10位からやっていきましょう。まず、10位ですね。数あるキャラクターの中から10位に選ばれたのは、ポンと画像を出しております。スカサハでございます。いやーね、もう、いいよね。スカサハは正直、ランサーの方にしようか、すごい迷ったんだけど、まあ、アサシンの方がね、まあ、露出度も高いっていうのと、全体的に太ももの美しさをね、強調できてるって言ったので言ったら、どちらかっていうと、ランサーよりも、アサシンかなっていう気がしたんで、今回はね、スカサハのアサシンを10位に選ばさせてもらいました。いやーこれいいよね。もう太ももがまず強調されてる。まあ足だよね。どちらかっていうとスカサハって手とかよりも足っていうイメージがあるんだけど、そこの太ももを強調しつつ、そこからお尻に行って、そこからのっていうね、いろいろの全て論があるから、もうこれはね、結構ね、ロリとか関係なく、もう理想的な太ももですね。素晴らしいです。続いて第9位なんですが、ほい、ジャンヌ・オルタ・ダルクのバーサーカー水着ジャンヌですね。いやー、これはなぜここに入ったかっていうと、やっぱその太ももの良さと白さ、これのね、バランスっていうのが素晴らしい。強調されてるよね。白い肌っていうのはあんまり、まあ人として、まあ一般人、人間はね、いないと思うんだけど、まあ、白人だったらいるか。ただもうリアルではなく、もう二次元だからこそのこの肌白い感じのね、太ももの素晴らしさで、そこんところ太もも行ってからのお腹に行きつつ、ちょっと水にね浸かってる感じもなんか幻想的っていう意味でね、もうこれも結構いい太ももですよね。素晴らしいです。ただね、ちょっとね迷ったんが、このジャンヌダルクの場所、ここ9位だったのか、結構迷いました。8位もう、10位はね、なんかスカサハって感じがしてたんだけど、この8位との差っていうのが結構ここで考えてたりとかしましたね。いやー、これも素晴らしい太ももです。続いて8位なんですが、ほい、おさかべ姫ですね。いやー、これ本当に迷った。ジャンヌオルタの水着と結構迷ったね、黒ジャンヌと。で、まあなぜおさかべ姫がランクちょっと上の8位に行ったかっていうと、まあ太ももっていうのでね、まあちょっと見えそうで見えない感じ、素晴らしいですよね。この日本人があるゆえの見えそうで見えないのが一番やばい。かつちょっとね、そのちょこんと座ってる感じ、どちらかっていうと、水着ジャンヌオルタに関してはそのドヤっていうのは変だな、ちょっとね大人っぽさっていうのがあったんですが、こっちに関しては純粋に、あの隣に座ってくれてたらめちゃくちゃ嬉しいよねっていう意味でね、もう8位ですね。まあこれ以上にすごいのもあるんですが、まあ今回自分のランキングとしては8位です。いや、これもね、下から見る眺めの太ももとしては本当に最高だと思います。続いて第7位なんですが、ほい、画像出てます。いやー、エレナですね。いや、エレナはめちゃくちゃ迷ったんだよね。正直太ももで行くか、また今度ある脇に入れるかっていうのがすごく悩んだ。ただなんか知らないけどね、俺の心の中でどちらかっていうと太ももっていうね、印象がエレナはすごいでかかった。いや、なんかギャップ萌えっていうのがあるよね。その小さいんだけど、その太もものちょっと
締まってる感じ、そのなんか綺麗な足って感じだよね。もうすべすべそうっていう、まあそういう意味でね、なんか結構ロリ枠としてポイントはめちゃくちゃ高かったですね。ここいい感じに入ってきました。いやけどね、本当にね、ヘレナママポイント高いんだよね。なんか肌をね露出してるんだけど、なんかエロそうでエロくないっていう、その綺麗っていう感じのをロリで結構出してくれてるっていうのはエレナだったんで、今回7位に入れさせてもらいました。続いて第6位なんですが、ポンと、いやパールバティです。いや、なぜここでパールバティが来たか悩む方、なんかちょっとんと思う方いるかもしれません。なぜここでパールバティ入れたか、それはですね、見えてないからです。タイツっていうのかな、これストッキングっていうの、まあなちょっとわからないんだけど、そのだいたい太ももって見えてるのがいいじゃないですか。なんかね、ちょっとね、ちょっと見えてるとか見えそうで見えないとか、そういうのが素晴らしいんですけど、あえてここで見えてない、そのタイツらしきもので、その太ももをちょっとね強調させてくれるような足組みの仕方、かつそこの足組みで太もも見てからの足に流れていくこの流れ、素晴らしいですね。でも引き締まってる、もう見えてないけど、なんかその頭の中で想像をねかきたたせてくれるような、俺言えてた今、かきたたせるって、まあそういうのがあるから、もうこの太もも見えてないけど素晴らしい。いやいいですね。続いて5位ですね。5位はこの子です。はい、シトナイですね。まあシトナイに関しては正直迷った、その太ももっていう強調も良かったんですが、どちらかっていうとね、ちょっと可愛らしいエロさっていうのもあったんで、そこのところのフェチ度の方で入れようかなと思ったんだけど、今回はね太ももの方で5位に選ばさせてもらいました。まあ理由としてはね、もう簡単ですよ、柔らかそうっていう、もうなんかね、この寝ぼけた感じがありつつも、その太ももがさらけ出してくれてる感じ、いやもうフェチ度高いですね。まあ服装もちょっとね着崩れてるっていうのもあるっちゃあるんですが、その着崩れも良さ、着崩れの良さがこの太ももと上半身に出てる。そしてその犬ちゃんですね、この狼でした、この狼のそのなんかちょっとね太ももら辺にやってるので、あ、安心してるんだなっていうのを伝えさせてくれる。いやこれもね、ほんとポイント高いですね。可愛らしい太ももでしたね。続いて第4位です。第4位はこちらです。はい、アルトリアペンドラゴンオルタの水着ですね。いやもうこれに関してはもうやっぱりね、このなんか振り返ってるその太ももの強調さ、これが素晴らしかった。まあちょっとね、どちらかっていうとかっこいい系に入るかなって思う。だからかっこいい系の太ももだね、これに関しては。そのあんまり太ももの方を意識、どちらかっていうと最終再臨営に関してはバイクとそのかっこよさ、銃を向けてる感じのかっこよさっていうのがあるんですが、やっぱこの左足かな、右足か、右足のこのちょっとね、お尻とちょっと太もものなんか筋肉のところだね、そこのところが素晴らしいというのと、あのジャンヌ・ダルク・オルタの水着でも言ったんですが、ちょっと色が白いというので協調性がいろいろとある。かつこの雨のやつでいいですよね、その太もものところに水がちょっと滴ってるような感じ、普通のなんかプールとかの水とかではなく、雨でちょっと水がお尻とか太ももら辺をねちょっと滴ってる感じ、これも結構レベル高いです、ポイント高いですね。で太もものね途中にもこのリボンみたいなやつついてる、これも高いレベルが、いや素晴らしいですね。残すところあと3人となりましたが、もうねささっとやっていきましょう。第3位こちらです。いやー、沖田さんですね。もう沖田さんはもう言わずもがな素晴らしい。もうどちらかっていうと自分下半身好きというか、もうなんだろうな、下半身だけで見るともう沖田さんはトップレベルで高いですね。もうこの太ももからのちょっとね膝を曲げ三角座りの足のところがちょっとちょこんってついてる感じで、地味に三角座りしながら手の協調性もしてくれる、それを引き立たせるこの太もも素晴らしいですね。本当にもう好きって感じです。まあただね、沖田さんはね太ももいいんだけどね、いろいろといいところがある、脇とかね、もう足とかもうなじとかね全体的なんがあったから、その太ももというランキングではちょっと3位になったんですが、まあ総合的なポイント、もうすべてのフェチ度をどうだって言われたら結構もう上位に2位ぐらいに入ってくるんじゃないかなっていう猛者ですね。いやーこれはもうフェチ度の塊ですね、素晴らしい。
続いて第2位です。もうすごいね、もう俺すごい興奮してる。頑張って話を短くしようとか思ってるけど、もうずっと喋れる気がするからね。まあちょっと短くしていくんだけど、まあそれは置いといて、第2位はこちらのキャラクターです。ほい、ベニエンマちゃんですね。いやー、これはねめっちゃ迷った。の正直、沖田さんとベニエンマちゃんがその2位と3位の覇権めっちゃ争ってたね。ただなぜベニエンマが上に行ったかっていうと、シトナイと同じですね。膝枕した時絶対気持ちいいよなっていう、そのなんだろうな、まあ俺がロリコンっていうのもあるんだけど、なんか大人びた、ちょっと大人っぽい人に膝枕されるよりも、やっぱロリッコ系のキャラクターにね膝枕された方が絶対気持ちいいと思うんですよ。しかもベニエンマちゃんも多分甘やかしてくれる、もう素晴らしいですね。もうそういった意味でも堂々の2位ですね。でこのおにぎりとかもね、なんか膝枕されながら一緒に食べたいとかあるし、なんか縁側とかでね普通に膝枕してもらうだけでもね、もう想像力がもうファーって感じになるからやばいですね。これ以上話すと暴走するんで、とりあえず太ももは素晴らしい。そして第1位ですね。第1位、結構いろんな方ね、俺はなんかどちらかっていうとロリ系の方がどうせ1位でしょうとか思ってた方いるでしょう。違うんだよなそれが。ということでもう第1位発表しましょう。第1位はこちらです。いや、しきさんです。アサシンのしきさん。いや、なぜかというと、もう好きじゃんもうなんだろうな、他のキャラクターだとどちらかっていうと、もういろいろと全体としてね、あの強調されたいとかあったんですが、しきさんのこれは破壊力がまず違う。もう他のサーヴァントと比べてのもうフェチ度が圧倒的に違うね。まあ、なぜかというと、まずこの太もも、まあこの太ももと足ですね、素晴らしい。ここ素晴らしいですね。ただそこからのワイシャツ、これが素晴らしい。これポイント高いんですよ。他のキャラクターとかだった場合ね、いろんな着物とか着て、まあちょっと着崩れたりとかして可愛いっていうのがあるんですが、このワイシャツがある、これ1枚だよね多分。これ1枚というだけでこの太ももの強調性がすごい映えるんですよ。やばいですね。もうそしてね、アイス食べてるのも可愛いですよね。素晴らしい。もうここもポイント高い。まあ一緒にアイス食べたいなとかは思うんですが、まあしきさんにはね、まあ夫のね黒糖さんがいるんでね、もうなんか想像するだけでもなんか結構ポイント高いのね。なんだろうな、こういうのを想像するだけでもちょっとね、もうあーやばい、とうとうってなったりもするんで、皆さんからの境界ぜひ見ましょう、買いましょう。小説売っております。映画もアベマ TV とかでもやってるんで見ましょう。ということで、まあね、こういう感じでやってきたんですが、危ないね、もう俺ずっと喋りそうになった。危なかった。10人飲んでできる限り1分から1分半で抑えようとか思ってたけど、めっちゃ喋ってた気がする。まあやっぱフェチの話になるとね、もう暴走するからね俺、もう変態だから危ないですね。もうこれ俺今思ったんだけどさ、男性が見たらわかるとかなるけど、女性見たら終わるよな。まあいいか、それは置いといて。まあ、ただね、ここにするの絞るまでめっちゃ時間かかった。一応ね、なんかどれがいいかなっていうのをチラチラチラって見てて、まあ画像をちょっとポンと上げてるんですが、なんか30人ぐらいいたのかな、1枠分ぐらいいたんで相当考えたね。そこから絞ってからの順位っていうので、やばかった。うん、ただめっちゃ楽しかったもうなんか生放送とかではね、いろいろと喋ってるんだけど、純粋に動画としてこんな変態的な動画を上げるとは思ってなかったんで、楽しかったね。でまあ次回どうするかちょっと迷ってるんだよね。まあ次回多分、まあ太ももやったんでね、違うところにまああれだね、ポイント合わせると思うんですが、まあもしね、なんかそういうのがね知りたい、なんかまあ俺の性癖っていうのもなんだけど、なんかそういうの知りたいっていう方がある方は、コメントなりね、生放送なりでこういうのを上げてくださいっていうと、俺すごい元気にね動画撮ると思うんで、まあよかったらコメントとかよろしくお願いいたします。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。